皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日はシャーマンキングの3話でございます。前回では激しい戦いが終わって、うちらのヨウくんが大変強くなったんじゃないかなと思うんですけれども、その結末は果たしてどうなった、見ていきましょう。スタート。ヨウ、あんたには今日から私のスペシャル修行コースを実践してもらうわよ。そういえばこんなやつ現れた。プレジデントになるんかよ。アンナ、よくここがわかったな。ぽっ、ちゃ、ぽっ、ちゃ、なんか朝倉キノに育てられていた子、京山アンナ、13歳。とても13歳の雰囲気はしませんね。私がどこにいたって、たとえ霊が成仏してたって、いつでもどこでも霊を呼べちゃう、話せちゃう。踏ん張りが丘の霊を呼べば、ヨウのことなんか全部わかっちゃうんだから。マジかよ、ストーカーやないか、あんた。めんどくせえ人。それ東京関係ないでしょ。で、なんでパッシリ。え、暴力。やば、パッシリやし暴力やし、この女絶対あかんよ。絶対はてか未来は絶対であるって。覚えな、この女捨てなさいよ。もう無理無理無理。やはりね、謙虚であるべきだと思うよ、人間って。こんな私は360日後にこうなりますので、今すぐ従いなさいとか、そんな乱暴なことはなかなか言えませんでしょう。その先世界がいてつく氷、いてつくってそんな感じ。いてつく、難しいな。おい、訓読み日本語っていうのはなんでさ、こうもっと音読みみたいに分かりやすくできないんだろうか。言葉はそんな書き方してるわけないじゃん。あれどう考えても当て字やな。もう日本語って難しい。もう好きなだけさ、漢字と発音つけ始めたらどうなんだよ。キラキラメームね、難しい。ピカチュウとか書いてさ、光ってる宇宙って感じじゃん。なんで僕がパシリなんか。ねえ、これは困ったな。あんなやばいわ、あんな曲がった性格。じゃあヨウくんちは代々続くシャーマン一家で、その血を絶やさないために親がシャーマン同士の結婚を決めた。めんどくせえ。何が何でもオイラをシャーマンキングに。あんただってシャーマンキングしたいと思ったやろ。全知全能の究極の霊、精霊王、その持ち主の望み通りの世界を与えてくれるんだからな。どうもファーストレディってそのことだったのか。遅い、ヨウ殿、一体何なるでござるか。さあ、わからんわ、うっとしいな。おい、そんなことしなくたってオイラは逃げねえっつったろ。何よ、弱っちいくせに偉そうに。何よ、スペシャル修行コースだかなんだか知らないが、オイラにはオイラのやり方があんた。あんた死にたいの。怖えよ。恐喝か。今度も都合よく憑依 100% 状態になるなんてこと絶対にありえないのよ。なんであいつのこと。何でもお見通しって言ったはず。ストーカーやわ、あんた。今のあんたじゃあいつに勝てない。ましてや世界中から集まるよりすぐりのシャーマンを前にしたんじゃ、シャーマンキングになるだなんて夢物語だわ。まさか。そう、大会が始まるのよ。己の欲のままに動き、世界の秩序が乱された今、ついにその時がやってきたのよ。精霊王を求め、世界中のシャーマン、修行が始まりますね。救世主たるべく、シャーマンキングの座をかけて争う。よし、修行編が始まりました。なんで東京では始まるんだろうな。その時代に最も乱れた場所で行われる。この東京にはもう世界各地からシャーマンが続々と。
もっとこうジュルサラムとかそういったところがちょっとその霊の力が強そうやけど、なぜ東京なんだろう。はい、はい、でも一応2人とも楽な人生を求めてるんだよね。シャーマンキングになるという、乗ってるわけないじゃん。ボコボコですね。修行か。きつい。せやな。まあまあまあ、あんたの力が減られてしまうっても話だからな。やおやお。甘い。あんた今日一日中空気っすね。え？何？来てるんだけど。転校したのかい？京山アンナ君だ。京山。アンナってさ、安息の血はなくなりましたね。おっていうかなんだよ。かっこいいなおい。ああ、映画見に来たか。これも特訓の一部か。エンターザードラゴンみたいな感じだね、リー・シャオロン。ブルース・リー。リー・パイロン、絶対にブルース・リーの話や。ちょっと待って、ジート君どうじゃなかったっけ。ブルース・リーが発明した格闘技。パクリすぎるだろうブルース・リーの話。だってリー・パウロン、パイロンの幽霊を取ってるやつがいるって話だろうな。とても強かったでしょ。誰だ。私はどうしたおじゅん。あなたにお願いがあってやってきた。タオチュン。空いているのため、あなたの侍を私にいただけないかしら。譲れねえよ。私トラブルは嫌いなの。映画を見て彼の強さを知ったなら余計な戦いをしなくて済むでしょ。なるほど。ね、今の足で分かったわ。同志は陰陽師みたいな話だろ。来ちゃいました。めちゃめちゃキョンシーめちゃめちゃキョンシーです。あんたは殺したんかい。怒った。ぶっ倒してなさいや。来たー。後ろパチスローのがあったんですね。勝てるやろか。でもうわー、むずい。おっと、おナイスパンチ。どうだろうか。甘く見たらあかんよ、ヨウ君。
できると思うか。しかもアンナもいるじゃん。あんまアンナも強いんじゃないの。怖ダオダンド。ロケットキックでしたか。ミサイルレイグ。ちょっと漢字が難しすぎて読めへんし。マジ強い。パクれるかアンナ。そうやな、あんたらクソすぎ。マジでリーパイロンをあんたら殺した。哀れなパイロン。ねえ、死んでない。迷いあるか、パイロンさん。こんなん嫌やわと思ってる。ヨウ君すごいな。させるか。そんな腕やられちゃうよ。助ける気ないんかい。あんた容赦ねえわ。この程度ってことはこいつレベル低いんかい。何？刀を取ってくるんかい？なんかあるんじゃないか。あ、こいつやん。木刀ちょうだい。木刀ちょうだい。リュウさん、あんたの兄貴陽介がやばいことなっとるから僕とちょうだいや。兄貴あんなことされていいのか。頑張れよ。僕といる。どうしても。やば。え、ジャンプ。タイムイズマニーってなんだよ。意味がわからん。来ちゃいました。これが友情だ。来ちゃいました。
最大の奥義3話で出していいのか。インサンマイルだと。ほう、気合が入った。どうだ、これ切られたか。もうリーパイロン操られていない。なんで青色なんだ。めちゃめちゃ背高いな。そいつらが俺を殺したじゃないかと。難しそうね。避けるだけで精一杯だろうが。リーパイロンの暴走、止めた。うわ、割れた。いや、殺されたよこいつに。やば、ヨウ君すげえな。どうしたら楽しくやれるか考えようぜ。なんてこなの、意味がわからんよな。あー、やられた。でござるか。このままじゃ何か方法はないのか。無理、生理を失った教師、理性も働かないむき出しの魂、その光の暴走は肉体を破壊するしか止める方法はない。きっと違うと思うで。何もかも終わりだわ。認めねえな。アンナなんかできるか。この世に終わりなんか来ないのだから。お前は言った。あんた、パイロンに勝てる人間についての心当たりはない。確かパイロン唯一頭の上がる。おい、一番が来るんかい。パイロンに関する教えた師匠、シャモンだよ。でもすぐにシャモンって名前なのか。呼ぶのか、イップマン。2つ積んでは母だ、3つ積んではふるさと、兄弟我が身を栄光する。なんかすげえことやるんだけど。声が聞こえたならば立ち上がれ。この数珠の音聞こえたらたぐれ来い。たぐれ来いだと。すげえな、なんかやっとるわ。レベル高、アンナ。やば。へえ、来ちゃいました。いった。来ちゃいました。まあまあまあ、そこのとこは安心して大丈夫だと思う。もうちょっと若いやつ呼べよ。何しとんねんパイロン。強っ。めっちゃ強いやんけ。
受けるわ。強すぎやろうがおい。この霊欲しいわ。便利やな。でも霊を呼べるなんて。幽霊になってもダオダンドやらないとあかんな。やば、消えちゃいました。操縦剣強えのかやられちゃいましたね。おい、強呪縛が解けたのよ。ほら、パイロンの霊魂が本当の彼の姿になっていくわ。師匠、誰とも日本語うまよく理解してるじゃないですか、おじいちゃん。でこのタオのオバハンに何するか。まあオバハンって違うんかな。一応10代。いやいやいや、アンナもすげえよ。ちゃんと別れや。なるほど。これでいいんかよ。自らやるんか。戻りなさいよ、おばは。よくわかんない。優しすぎるだろ。次回ベストプレイ ス来ました。ベストプレイス、皆様ご視聴ありがとうございました。いや楽しいな、シャーマンキング。この3話が多分この最初の3つのエピソードの中で一番好きで、だろうな、ユーモアセンスも良くて、アクションシーンのその滑らかさとかすごくいい感じにしていて、うん、見てすごい楽しいなと思っていたところでと思ってました。日本語がおかしいかな。まあそれはして、この3話のクオリティを持ち続けることがもしできるのであれば、シャーマンキングは絶対にめっちゃ楽しいと思うし、次のエピソードのベストプレイスも非常に気になりますね。次からは修行が加速すると思うんですけど、皆さん共に見ていきましょう。ぜひコメントのところで、ご自身が思われたことを教えていただければと思います。ではでは、Until next time, goodbye. お気に入り。